皆さんこんにちは、今回は不定詞の第2弾副詞適用法について一緒に見ていきたいと思います。今回の内容に関しては、前回の流れの中でねお話をしていきたいと思いますので、前回の動画をまだ見ていないという人は名詞適用法を見てからここの内容を見るようにしてください。で、学校の教科書によっては、今から習うっていうような時にも見てもらえれば結構ですし、3年生にとっては2年生の復習という意味合いでね、受験対策として見てもらえればと思いますので、しっかり頑張っていきましょう。それでは、早速いきたいと思います。まず今回は、皆さんの、ね、プリントの方、ダウンロードしてもらっても結構ですし、この黒板の方を写しながらね、言ってもらっても構いません。まず一番最初にこの例文の1つ目復習の部分をしっかりと英作文やってみてください。それでは1回ストップしてどうぞ。はい、大丈夫でしょうか。では、この復習の英作文から一緒に見ていきたいと思います。本当にね、2年生で習った文法っていうのも含めてみたんですけれども、英語の基本っていうのは誰がどうする、必ず主語動詞からスタートしていきます。なので日本語の文末のところ、いくつもりですっていうところをチェック。今回私はっていうのが主語だから、私はいくつもりですっていうところから書く。私はは I、 そしてつもりって言ってるから未来だね。一応ポイントではないんだけれども大事なところなので黄色で書いておきます。はい、何々するつもりっていうのは will。 そして、動詞の原型行くっていう go を書いて I will go、 I'll go、 こういう形で書いてくれれば OK です。あとは go to 場所っていう風に書いてくれればいいので go to school、 これで OK ですと。大丈夫でしょうか。では今回私は学校に行くつもりだっていう風に友達に言われた場合、なんで学校に行くの、ね、何のために学校に行くのっていう風に行く目的っていうのをより詳しく話をしてあげたい、そういう時に使っていく文法なんです。では日本語見てみましょう。これは一緒に行こう。私は英語を勉強するために学校に行くつもりです。なんか日本語長くなったね。でも大事なのは主語動詞です。はい、文の最後の行くつもりですっていうところをチェック入れてください。さあ、そして私はっていうところが主語なので、やっぱり文が長くなっても必ず主語動詞から必ず書いていく。はい、私はは I、そして、行くつもり、上では黄色で書いたんでここも合わせておこうか。はい、 I will go、 ここは変わりません。はい、そして go って聞いたらどこに行くかって先に伝えてあげなきゃいけない。だから学校に行くなので go to school、 ここから必ず書きましょう。はい、そうすると残った部分があるね。英語を勉強するために、ここです。ちょっとここ四角で囲ってみて。はい、なんで学校に行くのかっていうのをこの黄色、赤色の部分っていうのがね、説明してあげてるわけ。なので今回は不定詞を持ってくるんだけど、文の最後に持ってくる。いい？文の後ろに置いて今回この go ってやつを説明する。はい、今回勉強するためにっていうのは不定詞を使って to study、あとは英語をって言ってるから to study English。 はい、ちょっと長いですけれどもね、 I will go to school to study English、 こういう風に書いて前になぜ行くのかっていうものの目的や理由について説明してますよっていうお話なんです。今回の不定詞、副詞適用法は文の後ろに置いて前の動詞を説明する。ここを押さえておいてください。では、今回大事なうちの2つのうちの1つ目はこれです。はい、2つ目の中に行ってみましょう。はい、それじゃあまずは例文の方ね、行く前に、まず復習問題を英作文やってみてください。一回動画をストップしてね、私は嬉しかったですっていうのを英語にここに書いてみてください。どうぞ。では行きたいと思います。はい、私は嬉しかったですっていう部分、これを英作文にしていこうと思うんですけれども、何々ですっていうところが動詞、そして私はが主語なので、私は何々ですっていう部分から書きましょう。ただし今回嬉しかった、たって言ってるから過去なんですね。私はは I、 そして B 動詞は過去形に直すから I was、
そして嬉しかったっていうふうに言ってるから happy。 I was happy。 これで OK です。じゃあ今回もなんで嬉しかったのかっていうのを詳しく説明していきましょう。その理由ですね、それがこの例文です。一緒にいきます。はい、私はその知らせを聞いて嬉しかったです。はい、英語の基本っていうのは主語と動詞をしっかりとチェックすること、主語動詞から必ず書く、私は I、 そして B 動詞は過去形なので was、 そして嬉しかったって言ってるから I was happy なんだけど、今回はなぜ嬉しかったかです。はい、その知らせを聞いてっていう風に、その知らせを聞いたから嬉しくなったんだね。そうした場合、あ、今回嬉しかった理由を説明しているので、今回も後ろに不定詞を持ってきて、前のなぜ嬉しかったかっていうこのハッピーな理由を説明してあげようということなんです。なのでまだ答えの方書きませんが、今回のこの副詞的用法に関しては形容詞もしくは動詞の理由、目的、これを表していく、そのための文法なんだね。今回はその知らせを聞いて何々してっていうことなので、聞いたっていうのは to hear、 これで聞いて何をっていうとその知らせだから the news。 I was happy to hear the news。 これで OK ですよ。その知らせを聞いて嬉しかったっていうふうに訳してくれれば OK です。さあ今回のポイントっていうのは2つあります。1つ目は動詞を詳しく説明する方法、そして今回は形容詞を詳しく説明する方法、この2通りをねポイントの方で次まとめていきたいと思いますので、そのまま下のポイント欄のところの説明に移ります。はい、それじゃあポイントの説明の方に移っていきたいと思います。今回の目的は、不定詞の副詞的用法をマスターすること、今回の不定詞の副詞的用法、全部で用法は2つありました。それを今から確認していきます。はい、まず1つ目です。何々するためにっていうふうに訳すとき、まずここの部分四角で囲っておきましょう。はい、何々するためにっていう部分っていうのは、今回は主語動詞の一部分ではないから文の最後の方に置きましょうっていうことです。今回主語動詞ってあるんですけれども、誰がどうするっていう英作文の時にはここから書く。ただし今回は何々するためにっていうのを文の最後の方に to プラス動詞の原形を置き、なぜその動作をするのかっていう目的だったり理由を説明する、これが何々するためにって訳す。次、2つ目、何々してって訳す場合、はい、やっぱり主語と動詞っていうところが先頭に来るんだけれども、今回は上の動詞は一般動詞の可能性もあるんですけど、こっち側のは B 動詞がほとんどです、ただし今回、嬉しかった悲しかったみたいに形容詞っていうものが出てきます、ね、I was happy, I was glad, I was sad、 こういう形、その後ろに不定詞を持ってきて、なぜそういうふうに感じたのかっていう理由を表します。その知らせを聞いて悲しくなった、嬉しくなった、そういう形で訳してくれれば OK です。さあ今回のこのポイントのこの2つを使ってね、今から英作文の練習っていうのを全部で9問下に用意してあります。まずは自力で解ける人は解いてみて、解説の動画の方を見てください。難しいなっていう人は一緒に動画を確認しながらね、何回も繰り返しやってできるようにしてくれればと思いますので、続いては英作文の方に移りたいと思います。はい、それでは英作文の練習全部で9問いってみたいと思います。まずは丸の1番から丸の4番まで日本語の方を書いておいたのでね、英作文一緒にいきたいと思います。じゃあまず1つ目です。私はテニスをするために公園へ行きました。ちょっと長い目の文章なんですけれども、必ず主語動詞っていうのをチェックしましょう。はい、行きましたっていうのが動詞、私はが主語なので、私は行きましたから必ず書く、私っていうのは I、 そして行きました、たがあるから過去です。はい、 I went。 はい、どこに行ったのかっていうと公園へ行ったっていうふうに言ってるから go to 場所なので、
went to the park っていう風に書いてあげれば、これで私は公園に行きました。はい、あとは残った部分を四角で囲ってみると、テニスをするために行ったっていうこと、 go、went の理由ですね、目的についてを後ろに書いてくれれば OK。 テニスをするためにって言ってるから to play tennis、これでテニスをするために行ったっていうふうに目的を表すことができますよという話ですね。じゃあ続いて2つ目です。はい、彼は友達に会うためにそこに行きましたと言ってます。はい、行きましたっていうのが動詞、そして過去形です。はい、彼はが主語。なので彼は行きましたっていう部分から必ず書く。はい、彼はは he、そして行きましただから went。はい、そしてそこにっていうふうに言ってるので、Go to 場所なんで、答えとして、to go to 場所だからそこっていうのは there かなって書いた人は、一つ大事なことを覚えておいてください。今回ここに結論から言うと to って入れてはいけません。え、なんでって話、 go to 場所だから go to the park だから go to there でいいんじゃないのって思う人は、ちょっと空いてるところね、ちょっと矢印引っ張って書いておいてください。そこに行く、そこにとかそこへ行く、もしくはここに来るっていう場合、そこに行くって時には go to じゃなくて go there と言います。そしてここに来るっていう場合は come to here じゃなくて come here と言って、この間に to っていうのを入れません。詳しい内容、なぜそうなのかっていうことに関しては、高校で習っていくので、今回ここでの説明という形では触れないでおきます。ただし今回覚えてほしいのは、そこに行くって言ったら go there、 ここに来るって言ったら come here、 この2つしっかりと覚えておいてください。なので he went there、 彼はそこに行ったっていうふうに役になります。いいですか、ここ大事ね、結構みんな迷う場合があるんでね。はい、あとは友達に会うためにっていうふうになぜ行ったのかっていう理由を後ろに書いてくれれば OK です。はい、今回は会うためにって言ってるから to see、 もしくは to meet でも構いませんよ。はい、友達って当然、まあ彼から見たら彼の友達っていうことだから、 his friend もしくは friends って複数形にしてあげてもまあいいでしょう。なので括弧書きしてから S つけておきますね。はい、 he went there to see his friends、こういう風にして書いてくれれば OK です。今回のポイントは不定詞だけじゃなしに、この to いらないよっていう話、ここまで押さえておいてください。じゃあ続いて3番目いきたいと思います。私は勉強するためにこう、図書館に行きました。はい、行きましたっていうところが動詞、そして主語はっていうと私は、なので私は行きましたっていうところからまず書く。はい、今回過去形だからここも I went です。はい、どこに行ったかっていうと図書館に行ったって言ってるから go to 場所、なので go went to the library、これで図書館に行きました。はい、なぜ行ったのかっていうと、まあ、勉強するために行ったんだよっていうことだから、後ろに不定詞持ってきてくれれば、今回は to study となって、何を勉強するのかっていうところは言いませんね、今回。はい、なので、I went to the library to study。これで私は勉強をするために図書館に行きましたという意味になります。じゃあ続いて4番目いきましょう。ちょっとずつ長くなっていきますよ。はい、彼らは宿題をするために明日学校に行くつもりです。長いですね。そんな時にでも必ず誰がどうする、主語動詞っていうところを意識する。はい、行くつもりですっていう文末、これが動詞です。主語はっていうと彼らは、なので彼らは行くつもりですっていうふうに未来形で今回書いてください。はい、彼らはっていうと they、 そして行くつもり、はい、will を使って、ここだけちょっと黄色に書いておくね。はい、will go。they will go。これで行くつもり。はい、どこに行くつもりかっていうと、学校に行くつもりなんだね。はい、なので、その後ろ、はい、to school っていうふうにしてくれれば OK です。はい、そしたら次、宿題をするために明日っていう話なんだけど、時間っていうのは文末に置いてください。なので今回宿題をするためにっていうところを先に書く、文末でっていう話ではしてない理由は、時間が最後に置かれるんで不定詞は必ず最後とは限りません。はい、今回は宿題をするためにって言ってるから、
今回はこの後ろに to do 彼らの宿題だから their homework と、ちょっと足りないかな、はい、ちょっと飛び出しましたけれども、ここのところね、はい、to do their homework、 そして最後に明日と書いてくれれば OK なので、tomorrow と、してくれれば OK です。じゃあ引き続き5番目からの解説の方いきたいと思いますので、そのまま続きいきましょう。はい、それじゃあ5番目から解説いきたいと思います。はい、まずは文末の嬉しかったですっていう、ここが動詞なので私はが主語なので、私は何々ですっていう部分から書きましょう。今回嬉しかったっていうふうに言ってるから B 動詞は過去形にする、 I was、 そして嬉しかったって言ってるから Happy です。さあ、なんで嬉しかったのかっていう部分が書かれてるから、昨日あなたに会えてっていう部分四角で囲もう。はい、そうするとこのハッピーの後ろに昨日あなたに会えてっていう部分を書いてくれれば OK です。はい、何々してっていうことだから to see、 あなたに会えてだから to see you、 昨日だから yesterday と書いてくれれば終わりですね。はい、I was happy to see you yesterday、 これで OK ということになります。じゃあ続いて6番目、私はあなたとお話できて嬉しかったです。はい、ですっていう部分が動詞、私はが主語なので、私は何々ですっていう部分からやっぱり書く。はい、私は I、 そして B 動詞は was、 嬉しかっただから happy、 ここまで大丈夫ですかね。はい、じゃあそうするとあなたとお話できてって言ってるから、あなたとお話しして嬉しかったっていうふうに書いてくれれば OK です。はい、なのであなたと話す場合はトークを使いましょう。 to talk、 あなたと一緒にお話だから with you と、 to talk with you、 talk with 人、 talk with 人で人と話す、だからあなたと話して嬉しかったですっていう部分になります。 I was happy to talk with you、 これで OK です。じゃあ続いて7番目、はい、私はその知らせを聞いて悲しかったです。はい、ですが動詞の部分、私はが主語なので、私は悲しかったっていう部分を先に書く。はい、私は I、 そして B 動詞は was、 そして悲しかっただから sad、 はい、これで I was sad、 私は悲しかったです。はい、なんでかっていうと、その知らせを聞いてっていう部分が今回理由になります。なのでサッとの後ろにその知らせを聞いてって書いてくれれば OK です。はい、to 聞く、 hear その知らせを聞いてだから the news と、はい、I was sad to hear the news、 これでその知らせを聞いて悲しかったっていう部分になります。じゃあ8問目です。どんどんいきましょう。はい、彼はその手紙を読むとワクワクするだろう。だろうっていうところにチェック。はい、そして彼はだから主語。彼は何々だろうってなるだろうっていう部分を書いてくれれば OK です。はい、彼は he、 そして未来です。未来形だから will。そして今回 B 動詞は原形を持ってくるんだから he will be です。はい、ワクワクするっていうのはエキサイティングかエキサイティッド、どっちでしょうか。大丈夫ですか。今回はワクワクするっていうのはエキサイティッドです。エキサイティングはワクワクさせる、自分がワクワクする場合っていうのはエキサイティッド、 ING つけるとワクワクさせる、自分が ED つけてエキサイティッドってなればワクワク、自分がするということになります。なので He will be excited、 これで彼はワクワクするだろう。はい、あとはなぜかっていうと、その手紙を読むとっていう部分です。はい、なのでその後ろ理由を不定詞で書いてあげたいんですけれども、その手紙を読むとだから to read、 はい、その手紙なので the letter、 はい、He will be excited to read the letter、 その手紙を読むとワクワクするだろうっていう部分になります。いいでしょうか。最後のね、この8番目ぐらいのところがちょっとややこしいので、テストとかに出ると結構みんな間違ってきますが、
それまでの部分というのは基本的なことが多いので繰り返しで、ね、練習してできるようにしといてください。では最後です。英作文自体の、部分っていうのはこの8番ぐらいまでできてくれれば OK なんですが、長文だったり対話文のところでしっかりとここを押さえておかないとっていうところが9番目です。さあ行きましょう。なぜあなたは昨日そこへ行ったんですか。はい、なぜっていうふうに理由を聞いてますよね。はい、そうするとなぜっていう部分から英作文するときは書かなきゃいけないので Why? なぜ、はい、あなたは言ったんですか、言ったんですか、あなたは、はい、疑問文の語順に後ろしてあげる。はい、そうすると行くっていう一般動詞を使ってるから、疑問文の時には Did を前に持ってきて Why did you go? あなたはそこに、あなたはなぜ行ったんですか。はい、さっき説明した通り、そこへっていうのはその後ろにそのまま there ってくっつけて go there です。はい、昨日もって言ってるから最後に yesterday ってくっつけてくれれば OK ですね。見えたかな、ちょっと見えないかな。 yesterday です。ちょっと見えてないですけれども大丈夫ですかね。 yesterday、 はい、大丈夫でしょうか。はい、そうしたらその理由、今回大事なのはこっちですよ。丸の9番のなぜっていう部分ではなくてここが大事です。はい、英語を勉強するためです。これだけです。え、主語どうしようって悩まないでくださいね。今回なぜって聞かれた場合、何々するためっていうふうに答える場合には結論から言うと不定詞の部分だけで構いません。なので今回の答えは英語を勉強するため、文の先頭 to から始めるから t 大文字 to study で構いません。英語を勉強するためだから to study English、 これだけで答えになります。なので理由を聞かれた場合不定詞のみで答えてあげればいいよっていう、このテクニックもねしっかりと覚えておいてください。では、今回のこの英作文に関しては以上なので、授業としてはここで終わりにしたいと思います。最後まで、視聴していただきましてありがとうございました。また不定詞の最後形容詞的用法だったりとかね、他の文法っていうところをどんどんアップして皆さんの勉強の役に立っていきたいなと思います。よければまた、チャンネル登録よろしくお願いします。それでは、今日はこれで終わりにしたいと思います。ありがとうございました。